Welcome to Kyoto, Welcome to Yumea Hajiman TV。 本日も歴史について語ってまいります。前回の解説動画はですね、こちらの阿波海は阿波の阿波海であってですね、淡路島と渦潮を舞うあたりのちょっと入りに入ったところが大津の宮であると、天智天皇のですね、宮は琵琶湖の大見の宮ではないということを申しましてですね、それと関連いたしましてですね、ちょっと時代は下る前に、戻るんですけれども、なにわの宮ですね。なにわと言いましたら、私も堺の生まれですんで、難波というのはよく知っておりますけれども、ここのことを取り上げておりますけれども、そうではないと、これも阿波というか讃岐の方であると、香川県ですね、のここをなにわと言ったんだということでですね、よく歴史の教科書に出てきます和の語法ですね、についてちょっと述べてまいりたく思っております。宗匠和国伝にですね、和の語法として三鎮西高部の語法がですね、から使いがよこされたと、宗匠、そうですね、そうというのは、この時代の僧を、両僧と言いましてですね、平の清盛なんかが やっておりました、日宋貿易です。それとはまた別であるということです。この清盛がやっていた頃というのは、10世紀のから13世紀ぐらいですね。その頃の僧であるということです。を押さえておかなきゃいけないと思います。で、劉備玄徳の劉ですね、劉宗と言いまして、5世紀の中に、の間にですね、ですから400年代ですね、に成立した中国の王国であるということですね。で、三というのは、王神天皇と考えてておりましてですね、本田和家というふうに言われております。で、これが421年に、両宗の一代皇帝、武帝ですね、皇祖武帝に使いをよこしたという記述があるそうです。で、次、仁徳天皇は陳ですね、大捧というふうに言われております。これがですね、425年、にですね、王神殿の頃とともにこれ、使いをよこしたということです。で、聖というのは隠居天皇と言われておりましてですね、枠図の宿根、これは451年に使いを出したそうです。仁徳天皇は425年ですね、隠居天皇は443年と451年に和王政の記述があるそうです。それで、皇というのは安皇天皇ではないかと。で、アナホという和名でしてですね、462年に使いを出したと。で、和王部は雄略天皇で、大初瀬の若竹と478年に使いを出したということになっているようです。それでですね、王神殿の和ですね、15代ですね、仁徳殿の和16代と。で、
林業天皇というのは19代ですね、17、18という天皇、李中藩でですね、これが抜けております。これは何でかと言いましたらですね、後でこのどの辺を制していたかというのを申しますけれども、どうも藩で天皇、李中天皇というのはですね、この阿波の出雲ですね、で、ここの獅子国の友の浦ですね、友の浦はこちらにもありますけれども、こちらの方のを治めていたようですね、並立していたような感じがいたします。で、寮はですね、私も境生まれでよく知っておりますが、もちろん仁徳天皇陵、李中天皇陵、藩政天皇陵、皆境にありますけど、これは後にですね、こう考えようちとしてそれを考えように土を持ったと、用地の考えするにおいて、土を持って寮を作ったということです。実際にここからそういう寮母として、そういうものを持ち込まれているのかどうか分かりません。分からないですということを押さえておきたいですね。ここで19代が隠居殿の、20代が安光殿の、21代が有力殿のとなりますんで、ここはこちらを収めていたんだということです。それでですね、王子殿の飲み屋跡というのは阿波市のですね、吉野川の北側になります。の一場町にの辺であったということでですね、若宮皇太宮というのがありまして、大崎、王子ですね、王子天皇の王子、大山森や大崎、これ二徳天皇ですね、御子を祀っているところであるというふうに言われております。それでですね、そこからこっちですね、香川県の方へ瀬戸内海に抜ける道がですね、奈良街道と言いまして、奈良坂とかですね、八幡であったで寒川ということでですね、こっちをさぬきというのは和王さんのとわりであるということからつけられたのであるということです。こっちに藤井寺氏にですね、大阪のですよ、王神殿の領と想定されるものがありますけれど、本堂の御捧げはですね、徳島市の美談の近くの八幡町の八幡ですからね、大神殿の、にあるのであるというふうに言われております。で、陳ですね、仁徳天皇、仁徳天皇というのはですね、和王陳ですですね、徳島市に大神町というのがあるらしいんですが、そこに隣接した藍住町にですね、陳成とか陳の峰とかそういうのが残っているそうでして、仁徳橋という地名も残っているそうです。ですからその辺を領としていたんだけれどもですね、王神殿のが開いたこの讃岐ですね、そこの浪速の方に宮を構えたんじゃないかということです。ここが浪速です、ということで、サウネルの方にちょっと地図を貼っておきましたがですね、この瀬戸内海に、讃岐の方から瀬戸内海に抜けるところがですね、浪速の宮であるということです。なぜそうなるかというのは後で申しますけれどもですね、で、寮御捧はですね、こう堺市に、
大占領として仁徳天皇陵が世界遺産ユネスコですね、認定されておりますが、どうも本当の御捧げはここの美談です、阿波の美談の南陵の方にあったと、これが本当の御捧げであるというふうに思われます。で、梅岬というのがここにあるそうなんですが、そこに、仁徳天皇の沖崎の陵もあるそうです。で、万葉集で仁徳天皇がですね、歌った和歌が残されておりましてですね、押してや、ここの淡路島ですよ、淡路島から呼んだ歌であるということが書かれておりましてですね、押してやるわやるや、何はの先よを入れたちて、我が国やね、我が国見れば、淡島、小野黒島、瓶の島見ゆ、花と島見ゆと歌っているそうです。こちらからですね、淡路島にいてですね、なにわの宮が自分の宮だとしたら、ここには島は一つも存在しません。ここに、ここのですね、梅岬のあたりの内輪を見ましたらですね、ここからですね、自分の都を考えてみたらですね、こちらにですね、ここを善入寺島が見え、吉野川の方がですね、だいぶ海が広くなってたと思いますんで、ここに善入寺島や舞中島が見えますしですね、瓶の島というのはですね、ここの阿南市のですね、ここに亜熱帯が亜熱帯林がですね、生息する島が瓶の島があるそうです。これが、アマズノリトナなどでいうですね、立花ですね、立花のおぞおぞと言われております立花湾にそれが見えるそうです。ということはですね、ここが何がの宮だったということです。で、私も先場所にしてましたんで、今の大阪城からこの上町通りですねに降りてきたところに、何がの宮跡という発掘所がありますが、これは大化の改新の頃にですね、光玉天皇、光徳天皇、それで斉明天皇、天智天皇となっていきますが、この時の光徳天皇はここへ出ていこうとしてですね、ダメだということで戻されたというふうになっておりますが、飛鳥はここでなかったということです。その遺跡が見つかっているということですね。で、神津宮というの、神津神社というのが、その内輪の宮跡ではないかということで言うておりますが、全くそういう感じはありません。何度も言ったことがあります。ということは、すべてここは阿波であるということです。で、最高部というのはですね、先日天智天皇がですね、葛城神社の辺で、若い頃を過ごしたと、この辺りがその最高部、こちらですね、さぬきからちょっと阿山山脈の方へ、出てきたところが都であったということですね。この初瀬ですね、この有楽亭のいうのはここの阿波の葛城神社であると、
奈良の御世氏ですね。御所と書いて御世と読みますが、御世氏の葛城神社というのは、葛城の一言主神社とかいうのは、これは後から取り付けたことであってですね、本来はここの子であるということです。ということで、和の御王について、語った次第です。まだ一つ一つ詳しく調べてですね、述べさせていただきたいと思っております。まだこちらのですね、阿波の歴史について語っていきたく思っております。まだこれはですね、いろいろな説がありますがですね、落合秘史やですね、過剰の宮チャンネルなんかで申しておりますけれども、王神天皇のお母様は神宮皇后ですね。神宮皇后は腹帯をつけて三眼征伐に行ってですね、で、こちら阿波でお子さんを産んだと。その間2年か3年あるそうですね。それはヘブライ流れですね。ヘブライ流れで、ずっと朝鮮半島にこう泊まっていた王神天皇をですね、ここへ迎え入れたことではないかという説でですね、どうも王子屋秘史では、今の満州ぐらいじゃなくて、北朝鮮と満州の間ぐらいですか、東方国のこの羅神というところでロダーと言っておりますが、その辺はまだはっきりしません。王神天皇の頃ですね、中愛天皇、王神天皇となっていきますが、はだしが流れ込んでますわね。で、怪しも来ています。ということは、かやですね、みまなです、昔の。そこに、ユダヤの十二氏族のうちですね、ほとんどがそこでとどまっていたようです。それがなだれ込んだのがですね、王神殿の頃ではないかということです。またその辺は詳しくですね、調べていきたく思っております。本日はここまでにさせていただきます。どうもありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。どうもありがとうございました。